皆様こんばんはこんばんばは。2月9日金曜日日本文化チャンネル桜沖縄の声のお時間です当番組は二千人委員会友の会協賛広告広告主総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしておりますキャスターの恵美龍之介と申します島あずと申しますよろしくお願いいたします 島さん今日のヘッドラインをお願いします、はいえー、では本日のヘッドラインをご紹介いたします。1、名護市長選挙、保守勝利の衝撃派、全国をかける2、左翼勢力は争点外しと非難したが、市議補欠選挙で市民をはっきりの3、陸上自衛隊ヘリ墜落、自衛隊ヘリ全機飛行停止、ロシア軍北方領土で訓練開始4、今こそ万国診領の精神を発揮しよう。 です。よろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、全国の皆様、はい、視聴者の皆様、えー、名護市長選挙に関しご支援ご声援をいただきまして本当にありがとうございましたおかげさまで名護市長に保守の戸口武豊氏が当選しまして、えー、尾長県政の女房役稲見年氏の落選は尾長最悪県政にとって大打撃となっておりますで、昨日8日 えー、名護市役所で新市長の就任式が行われました。名護市内を歩いておりますと。市民の顔に何か春を迎えたような希望と安堵感が見えてきます。で。名護市長選挙の、市長選挙の結果ですけれども、えー。戸口武豊氏が二万三百八十九票。稲見寧し氏が。 1万6,931票3,458票の差でですね圧勝という状況です、うん、で名護市長名護市議補欠選挙に関してはまた後ほどあのコメントしたいと思います、はい、で県内をはじめ全国の市長者から祝福の電話が鳴りやまらなかったですね私がまるで市長に当選したような気分になってね <laughs> おめでとうとかね、ご苦労さんって電話があって、俺本当に嬉しかったです。で、全国民の関心がですね。いかに、この名護市長選挙に集中してたかっていうのがわか,かりました。もう極端なこと言いますと、安倍内閣もね。これでだいぶ助かったと思うし、うん、日米関係もね。うん、これでだいぶ救われたと思うんですよ。すね、はい。で、ね、ね、僕は傑作だったのはですね。左翼メディアは、メディアはね。稲出名士が三期も当選すると踏んで。 東海表日の2月4日、南出船台本部の駐車場はです、ね、この放送中継車とか、記者たちの車とか、あるいは支持者たちの車、あるいは記者たちで、ですね、もう本当に足の踏み間もないくらい、ね、混雑してました、それがね、頭角が出,た出るやいないやです、ね、かなりショックを受けたようなんですね。 で本土の方からのメッセージとかあの私のホームページとかあるいは電話で受けたメッセージの中にはですね「今までは反米反地こそが県民の総意という先入観があったけども国民の皆必ずしも沖縄はそうでないんですねと」とそういうメッセージが結構ありましたです。で国民の皆様は 必ずしもそういう一元的な島ではないということをですね実感したようですね。うん、で、ウィルちょっと見せていただきますか。はい、すかはい、これは新潟県のある、えー、大学の先生から私のホームページにメッセージがあったんですけど、この私がイランへの移を沖縄中国にあげたらいいっていうタイトルで論文を書きましたですよね。はい、でこれに対してね。 最初この論考を読んだ時にね疑心暗鬼だったと。で疑心暗鬼だったんだけども名護市長選挙の結果を見てね自分が今まで知らなかった沖縄っていうのが知ら,知らなかった沖縄に気づきましたと。やっぱりこの論文は的中しましたねっていうお褒めの言葉をいただきましてねとても嬉しかったです。でこの方が強調していたのはですね、はい、沖縄本島の北部は。 米軍によってアメリカ統治時代に開発され近代化されたんですねと現在も北部市町村は基地再編交付金とかあるいは基地関連交付金などの財政に大きく依存しているということがよーく分かりましたとありましたまあこれでですね今度のこの名護市長選挙はですね非常に全国に大きないい影響を与えることができたんじゃないかと思いますですね。 次いきますね、はいえー、左翼勢力は争点外しと非難していましたけども市議補欠選挙で,です、ね、市民ははっきりノーと言いましたですねで島さんまたさっきの数字を見せていただけますかこれはねメディアもメディアがあまり触れた触れないんですけどね名護市議補欠選挙中落亜明,、ね、明さんが1万9,782票。 中核派の幹部で辺野古の細工の活動家の足富博さんニッ,ニックネームはですね陸に上がった呪ンですね獲得が1万5,927票なんと3,855票の差,が差をつけてですねさらに保守,保守系が圧勝してますこれ見てですねお分かりのとおりにですね争点隠市どころか名護市民はね この伊勢先生の反対運動をしている連中に対してですねはっきり脳を突きつけたんですよ、うん。これをね、メディアが隠すわけですすね、ね。地元のメディアがで,すねで特に私がびっくりしたのは「沖縄タイムス、安倍隆っていう何かあのどこからか来た英体の知れない男がおりますけどねこの安倍隆さんがですね、はい、開票日翌日の指名者説に。 名護市長選挙の影の勝者は安倍政権だった。そして影の敗者はこの国の民主主義であったって。すごいにくったっぷりのあの論考をしているわけですね。で私はね。この安倍さん気が狂ったんじゃないかと思いましたです。これはね、この言葉はね、名護市民を馬鹿にしてますよ。名護市民の皆さんはね、こう一斉にこの安倍さんに対して反論しないとですね。私に言いますと。影の勝者は。 名護市民の良識で影の敗者はねあなた方左翼の、ね、闇メディアもう今度この県民市民をですねあのミスリードして反米反基地に持っていってですね、うん、あのこの我が国の国益をこう既存しようという見、ね、見ええこれはあれですかこの「市民が敗者」って言ってるんですこの言葉。 この名護市長選挙の高校を言ってますねうう名護市長選挙の影の敗者,勝者は安倍政権だったそして影の敗者はこの国の民主主義であった要するに名護市民がね、うん、民主主義を踏みにじったっていうことを言いたいわけですよ、うん、そういう言い方をしてるわけですねで私はねこう名前からしてこの安倍さんはうちのあん中じゃないですよね、うん で僕は聞いたあの話では朝日新聞とか毎日新聞を受けて落ちた連中がですね沖縄に最後の職を求めて流れてきてるのが多いわけですね、うん、最近沖縄タイムズとか琉球新報の記者はほとんど県外,県外出身者の方がコメントしてますですね、うん、で中には在日もいるんですよはっきり言って、うん、で私はね安倍さんが在日とは断定はしてないですけどね そんなに日本が嫌いだ,っただとか沖縄嫌きれいだったらねどうぞ朝鮮半島とか中国に行ってくださいと言いたいですね、うん、でそういうことをやっているのでですねこの彼らの手法っていうのは今回非常に私はいい勉強になりました彼らの手法を学習することでできました。どんな手法かかいいですか、はい えと名護市長選挙の前にですね、うんえー、名護市内を歩いていろんな情報を集めますと、うん、市民にはね普天間基地移設産制といえば即袋叩きの合うようなですね重い空気が名古屋市を覆ってたんですよ<ー>でその同調圧力が非常に強くてしか,もしかもね 不在者投票が始まったでしょ、うん、その時もサングラスかけてヘルメットではないけどサングラスかけてこのいかつい顔をした連中がね入り口で威嚇するみたいに座ってるんですよ。うん、これはね名護市民を威嚇してたわけですね要するにね人質に取ろうとしてたわけですね。そういうことでですねあの本当にさっき私が冒頭言ったみたいにね昨日の市長就任式の時後に名護市内を歩いてみるとですねみんな春を迎えたような顔してる。 で結局どういうことかというとですね島さんねあ,あの嫌な連中はもう負けて去っていくんだなという感じでねほっとしてるんですよ市民が、うん、1> で1日3回4回個別訪問してきてしつこく迫り寄ったらし南根市と推薦してくれって言ってですね、まあ、こういうことをするもんだからね完全に市民はし支持層が離れていったわけですね、うん、で昨日私びっくりしたのはね 市内のファーストフードでねコーヒーを飲んでるとこの初対面の若者が声を大にしてですね「先生これから名護発展しますよ」って大きい声で言うんですよ <laughs> とてもうれしく感じましたでね「争点隠し争点隠し」と言ってまた負け惜しみってるでしょメディアはね、うん、このさっきも言ったみたいにこの地反対派で中核派幹部の足富さんがね大敗してるじゃないですか。うん ここれ,をこれこそまさに争点ですよねで私はね反対派の皆さんに言っておきたいんですけど新基地反対といえば何でも許された時代はねもう終わりましたと、うんね、新基地反対といえば何してもいいということで道で、ね、転がったりですよ行動でうん、うん、勝手に一般車両を止めてあのあの検問したりですね、うん、あるいは通行妨害したりですねこんな傍若無人なことを今後したらね 今度こそ市民から救い難いほどの批判と攻撃を受けるんじゃないでしょうかと言いたいですねでも本当見てるだけで疲れますもんねテレビのニュースもこの実際に何テントとか張っているじゃないですか見るのも道通るのもなんか情けなく感じてしまうそうですねしかもねメディアがね朝鮮から来た活動家まで市民って言ってですね、うん、名護市民にこういうやついたかなと思うぐらいですねなんか妙な陳さんとか金さんとかっていう名前だったりですね メディアのこの脚色がすごくすごかったですよね。悪いことするしても、市民といえば、なんか全国的な。全国的に同情してくれるだろうという感じでですね。市民、市民って言ってたじゃないですか。うん、だからそ、そ、ういうことをするからね、もう完全に。あの、本当のまともな市民から見放されたんですね。これは、だから、今回の名護市長選挙はね、僕は。沖縄県民、名護市民の良識の勝利だったと思いますよ。 次、陸自ヘリ墜落自衛隊ヘリ前期飛行停止ロシア軍北方領土で訓練開始これ,どこれていただきますか、はいえー、これはですねま,まず冒頭,冒頭ですねちょっとあの私ちょっと言い忘れたのは、えー、この CH AH64D ヘリコプターの機長の斎藤健一二三、高山祐紀一層の見たまに対し感謝と哀悼の誠を捧げたいと思います、えー、事故発生は5日の午後4時40分ごろ佐賀県上崎市で飛行試験実施中の陸上自衛隊へり空中分解墜落民間に落下炎上と、うん、で不幸中の幸いでその 民家の少女、ね、がかすり傷を負っただけでですね、うん、あの大事故人身事故にはならなくて済んだのでほっとしたんですけども翌,翌日6日衆議院の予算委員会で安倍首相の発言でです、ね、私非常に疑問を感じたんですね、うんえー、どういうことを言われたかというとですね自衛隊の最高指揮官として心よりお詫びもお詫びすると言って切り出して。 国民の命と平和な暮らしを守る,守るべき自衛隊が、住民の方々の安全を脅かし、多大な被害を生じさせ,させたことは、誠に遺憾であります。自衛隊の最高指揮官として心よりお呼び申し上げ、またお見舞いを申し上げますと。パイロットの搭乗員の労をげねぎらうとかですね、冥福を祈るとかっていう言葉が一切なかったですね。うん、で,でメディアに、メディアによればです、よれば 佐賀県警は斉藤基長を海水自治で書類送検するともうとても常識では考えられ国際常識では考えられない話です、うん、国際常識ではですね島さんね軍隊っていうのは、うん、あの自己完結組織なんですね、うん、最高指揮官日本だったら総理大臣、うん、アメリカだったら大統領、うん、イギリスだったらエリザ,ザベス女王の、ねうん、命令に基づいて行動するわけですね。うんうん だから一般例えば道路交通法の適用も受けないんですよ、うん、平時においてはそれを尊重するけど4時に至っては完全に指揮官の判断で自主行動していいわけですね、うん、それぐらいの特権が与えられてるんですよですから自衛隊を軍隊とすると仮定すればですね、うん、この CH-64D、AH、a はね、安倍首相の命令であの実験を えと安倍首相の命令で試験飛行を実施してるわけですね、うん、訓練飛行を実施してるわけですねそれは大きくは部下ってことですかそうそうそうそれもあるしねこういう国家の命令で飛んでるからね、うん、パイロットのパイロットはまたしかもこの時は空中分解して操縦不能に落ちてたからね、うん、パイロットは面積されるわけですよ、うん、ところが亡くなった基地をね処理送検するというわけ海水地消で。 まるで暴走族が走っていてね間違えてそこの通行人をはねたら解説しようになるわけですよ、うん、危,険危険運転防止法違反でもなるしですねそれと同じそれと同じようになってしまうわけですよで僕が亡くなったごこの機長および搭乗員のご遺族,私ご,遺族ご,ご家族はねすごくショックを受けてると思う,うん、うん、突然の死に関してね最高指揮官である安倍首相がね一言もねぎらいの言葉は言わない。 しかもなんかこういかにも悪事を働いた,たようなことでですね全面謝罪するす、ね、僕はね <laughs> 私もた海上自衛隊の士官でね勤務したことあるんですけどね私と同じ部屋にいた応急長がね殉職したんですよ実は今まで元気だった方が突然倒れた原因は過労による心臓麻痺だったんですけどね国が一番恐れたのはねこの遺族が 損害賠償慰謝料請求の訴訟を起こされるのが一番恐れたでもこの私の同室だった王宮町のご家族はですねあのそこまではしませんでした、うん、国家の懲役金に対しても感謝を持って受けてくれたんですけどね今から国がこういうことをするんであればね志麻さんねどんどんこういうアクシデントに遭った家族たちがね慰謝料請求 総理がねひと言も自分たちにあのねぎらん言葉をかけないばかりかね、うん、まるで犯罪人みたいな発言をしたから精神的ショックを受けたから、うん、はい数億円の慰謝料請求とかねどんどんするようになってきますよ、うん、こうなったらねもう自衛隊終わり形はあるけど終わり有事になった時に指揮官が「はい君は出撃だ」って言った時もですね「私行きませんどうせ国のために死んだってね一一般人と同じようにしか扱われないでしょう」と。うん いうことになるんですよねだからねこれはね安倍首相はね本当に反省すべきだと思うんですよ、うん、ただ残念なのはですね与党には僕の後輩で佐藤正久とかね国会議員がいるんですよこの連中も一言も反論しない、うん、しかも自衛隊協力会防衛協会っていうのが各県になります、うん、何も一言も言わない何でですかみんなあの ごますりに徹してるじゃないですか選挙のための選挙のための自衛隊協力会であり防衛協会じゃないかなと僕は思うんですね。うん、僕はねもういつまでもこういうぬるま湯的な平和は続かないと僕は思ってるんですよ、うん、最近の北朝鮮の情勢中国の情勢北方のロシアの情勢見てるとねこれ日米関係がちょっとでも破綻あの歪みが出たりですね 自衛隊の士気が低下したときには一挙に攻められるる可能性があるんですね、うん、こういうことをねあの政府は深刻に捉えてですね自衛官軍,軍人のあるべき姿ということを追求しないとです、ね、単に人気取りだけで謝ればいいということをしてたらね私は自衛隊のしモラル士気が激しく低下すると思うんですよ。うん、でねあの 有事速攻体制をとっておかないといいいけけないわけですね有事うとどういうことかというと一般の企業例えば何とか運輸会社とかあの引っ越し会社だったらねはい今日は一斉に社員も休みで車は一斉に整備点検出しますということはありますよ、ね、いつ奇襲攻撃してくるか分かりませんよロシアだってね北方の6日からはもう2000メートルを右して。 戦闘用ヘリを多量の投影にして戦闘訓練を開始してるんですよ。うん、その時にね、完璧主義でね、我が自衛隊はですね、完璧主義に、はい、前期飛行停止、前期点検って言ったらね、こんなね、わけわかの組織は世界どこ探してもないと僕は思いますよ。でね、はいあの、もしアメリカでこういった事態が発生したらどうなると思います下さんまずアメリカではね 大統領がこの前出現したんですねあの中アフガンで戦死したご遺族にちょっと失礼なこと言ったからね、在合軍人会、退役軍人会が猛反発しました、はい、あのトランプ大統領でも謝罪したんですよ、うん、結,果結果的にはね、それぐらいの政治,政治力あるんだけど、日本は残念ながらね、みんなぬるま湯状態、うん、そしてで,ですね、うんでアメリカの、アメリカだったらね、こういった事故が起きたと仮定したらですね、 上院会員の議員,議員たちが全部集まってね黙祷うさげます、うん、そして大,大統領がですね哀悼のメッセージをね読み上げますよ、うん、こういうことでねもうとっても僕はねご遺族の映像が映らないんですけど今あのテレビ見ててもですね、うん、とってもショック受けてると思いますよでねかつて山本 私がとっても尊敬するこのこれちょっと山本伊四六、えー、海軍大将という方がおられました。新潟県の長岡の子出身です。彼はね、霞が関海軍航空隊の司令時代に猛訓練したんですね。で、殉職者も結構続続出したんですよ。殉職者も、うん、戦闘機訓練しますからアクロバット飛行して,てですね、うん、失速したりあるいはまた あの操縦不能を陥ったりして、うん、若いパイロットたちが殉職し,していくわけですけどね、はい、低調に弔,い弔ってですねしかもね遺族をね非常に遺族,遺族を大切にしたんですご遺族をねこういうことをしそういう立派なことをしたから若いパイロットたちがねこの指揮官のためだったらししもし生死もかけても惜しくないということでね世界最強の海軍国隊が誕生していくんですよ。 だからね最高指揮官エリートっていうのはねこういう殉職者に対する気配り、うん、こういうことが非常に大事なことになるんじゃないかと私は思うんですね。うん、でねこれ NHK はじ、い、NH めですねこの2人の,あの搭乗員のことを死亡死亡って言ってるでしょ。はい、これはは、ね、外国ではとか、 まとまな国だったらね殉職っていう表現すするんですよ<ー>こういったのを見てるとですね情けねえ国だなと思いますねはっきり言ってねでね私がネットにフェイスブックにこれを書いたら結構反響がありました<ー>ところがあの安倍ファンの方からですねんやかんやんやかんやこう安倍さんをかばう安倍首相をかばうようなメッセージがあったんですねでね島さんね僕は思ったんですよ実はね 第二次大戦が始まった時、うん、ヒトラーがあっという間にヨーロッパを席巻したわけですねヨーロッパをね、うんはい、その第一原は何かというとねフランスのフランスの平和主義者たちなんですよ、うん、第,一第二次世界大戦の直前ねフランスではね軍を下げ済む風潮が強くて今の日本みたいに、うん、軍人の地位は社会的地位は極めて低くて、うん、給料も安くてしかも政治家がですね 国防とか軍事の話を発言したらねあれは右翼だっていうことですぐ問題になって引きずり下ろされたわけ、うん、そういうことをしたもんだからヒットラーはねああこれはいいチャンスだと思って見たわけですねでちょうど戦争が竹穴の,の時に政治闘争が竹穴の,の時にですね一挙に南下してきたんですよ電撃作戦で1週間でギブアップ、えー、でね当時日本の軍,軍人たちはびっくりしたわけ ナポレオンが築いたあの大陸軍国家がですねわずか1週間でギブアップしたっていうことでね世界にこのショックが発したんですねでね島さんねまたねちょっと冗談言いますけど <laughs> このヒットラードイツ軍が侵攻してきてね、はい、シャンジェルゼを行進したんですよシャンジェルゼ通りをですね凱旋門を通っててですねそしたらねパリジェンヌたちがわあかっこいいドイツ軍かっこいい弱いフラーすごいりずっとかっこいいって言ってみんな ついていったわけ、うん、で連合軍が逆上陸してきてですよノルマンディに逆上陸してきてこのヒトラードイツ軍を追っ払った後ですね、うん、このかっこいいって言って集まったギャルたち全部捕まって丸刈り、えーえー、で市内を引きずり回されてしない引きずりの刑に処せられてねっていう事案もあったようなんです。えー、なんで僕はこれしてるかというとフランス海軍に友人がいてですね 僕が若い歯科の時に栄養公開で行った時にね当時の資料をいろいろ僕にくれたんですよだからそれ見ていてですねあなんか今の日本見てるような気がするなと思いますよ今フランスはねまた徴兵制復活するんですよ実はあのロシアが力をつけてきたもんですからねそういうことでねあの日本国民はね単一言語単一民族でしょ なんか一つの考えにこう振りも、こう振られていくんですね。だから。何かあった時にはね、こういったこの世界史と。日本の歴史を比較しながらですね。進路を選択、していかないと。なんか感情的にぶれる傾向があるなというのを感じましたですね。初めて聞いたでしょう。今の日本にそっくりですよ。で、安倍さんはね。安倍首相は、僕の友人の安倍首相、首相の。講演会の方はね。 いや安倍首相は、ね、自衛隊を軍隊にするために一生懸命なんだよだから今あんまり刺激するなとか言うけどね都度やっぱり問題提起して言うべきことは言っておかないとね安倍首相も人間だから間違い,が間違いを犯すからね今,今どんどん意見を言っていった方がいいと思いますで私のメールボックスにねこういったものが入ってましたあ,のある方からなんですよちょっと年齢は分からないんですけど安倍首相これ,これ違うだろうと。 なぜ首相が謝らなければならない相手は今回殉職した隊員の家族ではないの,ないの,ないのか首相の命令,命令でヘリを飛ばしたんでしょう原因ははっきりしないが隊員はヘリで遊覧飛行を楽しんでいたわけではない彼らは国民の安全保障を確保するためヘリを操縦していたんでしょう そして不幸にもなくなった国家の安全保障と自分の命を引き換えたわけですよ我々が日々安全に暮らすための犠牲になったんですよ今国民が最高の礼を尽くすべきこの遺族に対してですね、うん、全国民が最高の礼を尽くすべきではないのじゃないですかということですねでねもう私の奇遇っていうか心配がね的中しなければいいんですけど今後ね こういうことをしているとね自衛隊では上官へ,上官への命令拒否、うん、あるいは殉職自衛官遺族が国家を相手取ってですね損害賠償請求とか慰謝料請求っていうのがね頻繁に起こってきますから、うん、もうそして組織はね平時においてはなんとか形を整えてるけど平時においてはね、うん、有事が起きた時にがあの崩壊すると思いますね、うん、もう行かない私行きませんよどうせこの国のために死んでもねあの 国民はね、うん、あ単なる犠牲センタとかしか思わないんですよねっていう感じになってきてね、うん、行きませんよ悪いけど戦場にもと僕は思いましただからね今国民の皆様そして政治家の皆さん特にこのテレビを見てる政治家の皆さんはね国際基準に照らしてまともな組織を作っていかないと国家を作っていかないとね、うん、なんかアメリカに守られてる間にいつの間にかもう平和のゆでがやるになってしまって 自分が今どういうことを今後やっていくべきかっていうこともね全く推測しきれないあるのはもう感情論だけで安倍さんかっこいい安倍,さん安倍さんはあのいい男だ、うん、彼の悪口は絶対言うなってこういうことになってしまってね大変だなと思いますよ私は。で本当にあの繰り返しますけど今度は殉職されたこの2人の搭乗員の方々のご家族に対してはですね本当に感謝と敬意を表したいと思います。はい、次 えー、ちょっと次は明るい話ですね。えっ、ー、と。バンコク診療の精神を今こそ発揮しようですね。最近県内のけコ,ンコンビニに買い物行くとね。あの 内地,内地というか東京は韓国とか中国系の方が多いんですけど沖縄はネパール,ネパールとかねインドとかそういったね東南アジア系の方が多いですよね、うん、で非常に皆さん真面目でね、うん、で聞けばやっぱり日本語を学ぶために沖縄に来ましたって言うんですね、うん、でそれと対照的にですね志麻さんね今テレビをつけ,るつけるとね「島言葉、うん、沖縄の方言を日本沖縄の標準語にしようと」と、うん。出張して そのスクールもやりますという話をテレビでやってるでしょ、うん、僕は異常だなと思うんですね、うん、でね僕はねこれ8日昨日ちょうど名護市長の就任式があったんですね市長就任式ね、うんまあ、その時僕は北部のホテルでまず朝朝食をとってたんですよ前の日に宿泊してですね、うん、とってたらね本当に海外宿休場している若者がいるもんだからねてきり私は韓国の方かなと思って朝鮮の方かなと思ってね ご苦労さんって声をかけたらね「いや私は沖縄の南米移民の3世ですと」と、うん、戦後おじいちゃんおばあちゃんがねブ、あのー、ラジルに移民して私はその3世で日本語を学ぶために今沖縄に来てるんですよ名誉大学に留学しているんですよとで学習を稼ぐためにバイトしてるんです」って言いながらね「一生懸命よく働くんだ見てると、うん、えらいなと思ったんですね」でね彼女と話していて私感じたことはね 非常にこう日本人以上の日本語を使うわけですね。うん、でしかも、こう、礼儀正しいし、うん、私はね、これ見ててね、ああ、やっぱりね、全バンコク診療って言ってですよあの知事室知事、知事室に行くとね、後ろに大きなあの漢字が書いてありますその中にバンコク新っていうのがあるんですね。いろんな国の と意味なんですけどバンコク診療,療っていうのはねバンコク診療の精神というわけですね、うん、まさにね志麻さんね今こそこういう我々が果たすべきバンコク診療の精神を発揮すべき時期に来たんじゃないかと思うんですねどういうことかというと,言うと、はい、私の住宅はあの首里城の近くにあってで暇あれば <laughs> 首里城を支える首里城公園をね、はい 歩いてるウォーキングしたりマラソンしたりね <laughs> 体鍛えてるんですわいいですねでその時にねいろんな国の人たちから声かけられるあの標識が非常に曖昧なもんだからみんな孫つくんですよ、うん、で時々は案内してあげたりねで近くでまたお茶飲みたいって言ったら喫茶店にも連れて行ったりしてるんですね <laughs> すご<い>それでね今日はねネパールの留学生から道を聞かれたんですよ、はい、で あこの子ちょっとち相当地理に振られだなと思ったもんだからその首里城の種類の門まで僕は案内していきながら話したんですよ、うん、そしたらねやっぱ日本っていう国に憧れて、うん、でそのために日本語を学ぶために沖縄に今留学してきてるんですよっていうわけですね、うん、でねこのさっきの前者の,あのホテルでバイトしてる女性女の子とかですねこういう男男性を比較して対象して見ててですね まあ非常に高があ,るありますね私も時々沖縄の歴史に関して本を書いてるって言ったらね「先生ぜひ私に読ませてください」って言うんですね。うん、でメールアドレスなんか書く,書くでしょ。何月何日ぜひ先生の本を読みたいから見せてくださいっていうメッセージ来るんですよ。うん、そんなの見ててですね「島言葉復活い」って沖縄をガラパゴスにしようとしてるこの県庁の連中にですねうん、うん あの騙されないように沖縄の青少年は、ね、しっかりしないとねこのままのペースで彼らが日本語を学び、うん、いろんなスキルを身につけてくるとねこういった表現は悪いかもしれないけどね私が経営者だったら素朴に努力して、ね、遠くふるさとを離れてきて日本語を学んで一生懸命生きようとするあの青年男女を見てるとね、うん、<laughs> これ沖縄の言葉たちのんびりしてると,てるとね 仕事奪われるなと思いましたですよ。でも確かにそう言われて初めて気づきます。あのう、しまくってば最近復活しようって。テレビで流れてるじゃないですか。うんはい、なんかこの私たちからしたら。あ、いいねってしか思わなかったんですね。最初。うん、あの自分たちのこの家、私のお家は、あの方言とか基本的に使わない。で標準語で喋りなさいっていう環境で育って、だから。 方言とかこの島クトゥーバーに憧れがあったんですけどやっぱりおじいちゃんたちの何て言ってるかわからないしで方言喋れる同級生はかっこいいみたいななんかちょっと憧れがちっちゃい頃がみんなあって、うん、で今はこれをこの自分たち世代に「シマクトゥーバーもう一回なろうもう一回復活させよう」っていうワードが流れてきたらちょっとやっぱ惹かれるものがあるんですけどでもこのめぐみさんが言った通りにこのネパールの方々とかこの海外 から日本に憧れて日本語を勉強したいって来ている人たちの向上心とかと比べたら、なんだろう本当に仕事取られるっていうか抜かれるなって今聞いて本当に思いました。そうですね。だからね、<laughs> 沖縄県庁が今やってることはね、うん、異常だと思いますよ僕は。で、観光振興と言いながらまたあの段階発自然の段階発を逆にやってるでしょ。うん、今は北部のね。 いやいや山から県民の森あたりの山からこの南を見るとねもう海岸線はほとんどホテルだらけでしょ、うん、基地は1つ作るだけでも大騒ぎするくせにねこの最庫団体は、うん、こういう段開発に関しては何も目標ないんですよね。そんなのを見ていてねやっぱり100年の体系を人材育成も含めてやっていかないとですね後で僕はとんでもない状況になるんじゃないかと思って最近は心配してるんですよ。うん、でハワイ ハワイの観光客を抜いたって言ってるでしょ、うん、一人当たりの単価,単価を比較してみるとね10倍以上開きありますよハワイの方がはるかに単価が高い、うん、で、ハワイはね皆さん気づかないかもしれないと思うんですけど島さんねハワイはね実はリハビリ医療では世界のトップレベルになるんですねだからアメリカ本国でね例えば脳梗塞とかまあいろんな病気でちょっと身体にハンディキャップを,を負った人たちはね ハワイ大学の医学部とかですね、ハワイの病院でリハビリをしてですね、うん、そしてそれを完治させてまた本国に帰っていくんですね。うん、その間ね、かなりドネーションっていうか寄付していくんですよ。うん、この金額は半端じゃないんですね。ソニーの亡くなられたけど、森田元会長もですね、うん、ハワイでリハビリしてたんですよ。<ー>だから高度医療も実施しているわけですね。だから付加価値が大きいんですよ。うん、沖縄みたいにですね、うん 沖縄に来てちょっとした沖縄民謡を見てちょっとしたあの沖縄料理食べて「青いしいね」だけじゃ終わ,り終わってないんですね。非常にこの観光のレベルが全全然然違違ううんですよインセンセティブも全然違うしこういうのを知らないでねこのタイムスとか新報の記者連中はねより観光客が何十万になりましたとかね自己,自己投資に陥って気付いてみるとあの貧乏してるわけですよはっきり言って。 こういった感じでね新聞沖縄新聞記者とか県庁連中はもっと勉強しないとねあるいは琉球大学とかあの沖縄国際大学の学者なんかはもう適当なお祭り気分だけで県民をミスリードしていくもんだからですね県民がかわいそうですね。はい、であとはですね、はい、まあ秋に知事選も控えてで知事選と那覇市長選も控えてるんですね志村さんね。 昭和19年10月10日のことを思い出すすんですよ、はい、これはどういったことかというとね皆さん信じないかもしれないけどね県知事所在不明昭和19年10月10日以降ですよ、うん、県知事所在不明那覇市長本土へ逃亡行方不明何めぐみは冗談言ってるだろうと思うでしょ <laughs> これが実際あったんですねちょっと説明しますとねいやこういうことなんですね。 昭和19年の10月10日アメリカ、これは第二次世界大戦途中の話ですね、はい、昭和20年の4月1日に沖縄本島に米軍が上陸しますけど、うん、その半年前の昭和19年の10月10日、アメリカ海軍機動部隊艦載機によってです、ね、猛爆撃要件ですよ、沖縄,沖縄本島は。うん、で、県内ではね、これ、米軍が上陸してくるんじゃないかという噂が流れたんですね。うん で県庁の高級管理たちはねどんどん本土に逃げていくんですよ、うん、で当時は県庁の部長クラス課長クラスは全部県外から来てるから、うんうん、で県知事も全部任命制でしたから内務省のですね、うん、任命制だったの、うん、2人ですか知事は任命制市長は選挙ですね <laughs>、はい、市長は一般選挙です <laughs> 沖縄県知事泉主樹は空襲直後,直後から 県内米軍が上陸してくるものという恐怖感にかられてね、うん、県内平地に逃亡して音信不通となったまた第9代那覇市長富川徳順は県外疎開先視察を名目に福岡に行って、うん、そこでとんズら戦後まで隠れていたの福岡で 2>、えー、で2人のリーダーを失ってね那覇市はパニックに落ちるんじゃないかと心配されたけどねこの時はですね第32軍 牛島みつる司令官がですね牛島みつる中将がねしっかり島も守ってくれたんですよ、うん、牛島中将のことを調べてみるとね最後は高森に似てたらしい体格がこんな大きくて <laughs>、えー、でとってもハートがよくてね、うん、学徒が貧乏して靴がすり減ってるとですね学生さんしっかりしなさいって靴を買ってきてあげたりもしてたらしい、えー、まさに背後丼だったんですね。うん こういった立派な方がね沖縄におられたからパニックも起きなかったしで県知沖縄県の行政が知事不在で混乱したもんだから福岡県知事吉田茂っていう方がいたんですよ、うん、吉田茂さんが軍用機で来てあの政務を担当,したんで担当してくれたでその次島田明知事が沖縄に着任します最後の感染知事ですね島田知事はね那覇,市長那覇市長が不在であるのを,るのを見てですね 金氏水党水党水党庁条約か条約今で言うと副市長彼を市長に任命するんですよで島田知事も金氏市長も戦死しますこういうことでね私は何を言いたいかというと真のエリートっていうのはね市民のために命かけるんですよ偽物のエリートっていうのはね綺麗事は言うけどねいざとなったらすぐ世にげす逃げるんだなということですねこれ動物の世界でも言えますよね本当に 主人に忠誠を使う動物犬,犬,と犬はね主人が危機的状況に追い込まれた時はね命張って戦うけどねこういう僕は必ずしもこれ,これがね今の,あの尾長知事であり、えー、城間那覇市長とは言いませんよただ本当のエリートを目指すんであればね市民とか県民のために真剣にこう命をかけるような人になってほしいなと。 思ったんですね、はい、で島さん、まあと10本ありますけど何かお気づきの点ありませんかいやこの今真のエリートは命かけて何か使命守るって言ったんですけどなんか本当だなって思いました <laughs> あの安倍さんのやつもですし何だろう遺憾に思うってしか批判してたじゃないですか自分のこの自分が最高指揮官なのに、ね、この人たちを守ってあげないとこの人たちを生かせられないのに。 市民に対して、まあ、この部分をだけ取ったら市民に対していい顔を見せるじゃないけど守ってあげてないのになんだろ自,分の自分が指揮している部署あのちょっと大きくた部署っなのになんだろうこの人たちをちょっと悪く言ってとっていうかいい顔だけしてる感じがなんか真,真のエリートというか命かけてないなって <laughs> 今をちょっと重ねて思いました。僕はねあの 多分安倍首相はは心理的には、ね、しまん、ね。こう思う思ですよ。うん、沖縄で先月この予防着陸不時着が3件相次いだで,でしょ米軍の。うん、で米軍のハワイ太平洋軍司令官はですねハリス大将はね、海軍大将はね、うん、日本側からクレームつけたら、うん、ハリス大将は何て言ったか予防着陸して事故を未然に防いでるから、うん、いいだろうって逆にアングロサクソンっていうかアメリカの立場で反論してきたわけですね。うん だから逆にアメリカの立場の延長線上に見ればね、なんだ日本の自衛隊は予防着陸もしきらないのって思うでしょ。たぶん、安倍さん、安倍首相はね、心の中ではちょっとした葛藤があったかもしれないね。文句は言ったけど予防着陸すなって言ったけど、我が方の自衛隊のヘリコプターは予防着陸もしきらんで空中分解しちゃったとっいうんで、ちょっとしたこう、おい目とれ立ちはあったかもしれないなと思いました。 すみませんね事故を防ごうとして予防着陸したら大騒ぎするでしょ、うん、まるで,まるであの昔首飾り族っていうのがいてあのあ台湾に、うん、そこに沖縄の住民が漂着したらね、うん、捕まえられて首たっけられた事件があったの廃藩治験前後の年ですけどね、うん、<laughs> それに似てるんだな今沖縄の場合はねちょっと予防着陸して事故を防ぐために予防着陸して修理してまた、うん 抵抗不死としたら、ねうん、大騒ぎ、うん、小学校が5 0ー,ー近くにある民家が1 0 0ー近くにあると、うん、こういうことをするとね気の弱い機長だったらね、うん、あ作業を起こしたくないからもう俺は死ぬまで不時着しないで飛ぼうとしてついに掃除不能になってぐグんググと押していくっていうこともあり得るかと思うんですね。うん、だから今回の事故はご遺族にとっては非常につらいことでしょうけどね、うん、日本国,国家に対して一つの問題を提起したと。 いいいうことと解釈さされれるんんじゃないかと思いますすででねそ僕もね一回遺族の担当したことがあるんですよ海上自衛隊の時に僕の同室の応急長が心臓を巻いて亡くなってで当時長崎県の佐世保に船,船護衛艦を鉄岸してたんですね、うん、で佐賀県からタクシーチャーターして奥さんがね必死に奥さんとお嬢さんが必死にかけてきたんですよ。で私は 病院で待ちかお待ちしてた、うん、遺族このショックに打ち捨てられた遺族の対応っていうのは大変でしたよ、うん、まるでね私につかみかかるようにね主人はどうしたんですかどうしたんですか生きてますかっていうかもう亡くなりましたって平然と言えないでしょう、うん、沈黙してこうする立場はね、うん、辛いもんですよだからね僕はね本当は政治家県知事はね いつも日頃からね自,衛隊自衛隊とかそういう命をかけてる組織に対してはねあれは警察も似たようなもんですけどねご苦労さんと言ってねいざという時には命かけて万が一命を失ってもねこういう世間が自分たちに敬意を表してるんだっていう一つの形を示しておかないとね逆に言うとねこんなバカな国民のために死ねるかと思い始めたら自衛隊とか警察官がねもう組織世の中終わりです。 やばくなったら、わー逃げろーって、逃げ、逃げるが勝ちっていうことになってしまったらね、もう。国家の中核が崩れていきますね、うん。そうですね、うん。で、島さんもさ、これから。結婚されるわけですけどね。うん、やっぱり、こういった男性が格好いいと思いませ、ねうん?。<laughs> こう、こう言いたい,いんだ。ね、やばくなったら、すぐ逃げるやつとさ。命かけて、あなたを守りますというやつ、どっちがいいですか?。 だからね今の日本,日本っていう国はね、うん、こういった感じでねきれい事がまかり通って、うん、平和って先に言ったやつが勝ちなんだな、うん、あそうです、ね、のこの選挙もそうだったでしょ、うん、平和新基地は作わせない、うん、これに抵抗するやつは許さんって言われたらね名市にものすごいこう同調圧力が漂ってねみんなやっと息呼吸してる状態疑心暗鬼という状況ですからねだからね、うん こう冷静になることですねまずね、うん、はい最後にこれをお願いしますはいあじゃあめぐみさん言ってもらっていいですかえー、皆さん今度はね <laughs> 今日東京から電話があって石垣市長選挙をですね東京官邸を含め中央はね非常に心配してます石垣市長選挙保守が分裂しかも立候補した最後の宮原さんはねこれ北朝鮮心配平壌平壌への渡航歴もある こ,う,いう,こう,いう保守分裂して2人の保守から主張候補が2人も出てる片や極左に近いようなあの三原美沙夫さんピョンヤン派ですねこれ三原美沙夫さんが当選したら尖閣問題石垣にある自衛隊の配備問題ごちゃごちゃになりますで私も今、うん、石垣の有力者に電話でどんどん話をしてるんです保守系のねもうこれはね埒が開かない。 ということで、3月11日に行われるこの石垣市長選挙に向けて、今私もまたいろんな工作を始めています。そういった目的で、ぜひ皆さんこれをご支援お願いしたいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃああと後島さん、今日の締めくくりをしてお願、はいしたいと思います。<laughs> <laughs> はい。<laughs> はい、はいえー。では本日の放送もこれまでとなります。えー、皆さん本日の放送はいかがでしたでしょうか。えー、また来週ですね。 そうですね、はい、ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。